はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。はい、本日のテーマです。小学校受験、合格できる親の考え方です。それでは、西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、この合格できる親の考え方とかね、その取り組み方だと思うんですけど、やっぱり多くの人が考えるのって、受験は情報戦だからね、たくさん情報その収集できる人が強いとか、そういうふうに考えてる人多いんじゃないかなと思いますが。ああ、でもそれはちょっと違うかもしれないですね。はい。もう本当にシンプルなんですけれども、はい。合格できる親の考え方っていうのは今ねすごくこうネットのね、うんうん、時代でもあるっていうこともあるんですけれども、はい、もうそういうことよりも、うん、やっぱり何としてもどんなにね子供ができなくても諦めないっていうこと、はい、子供を諦めない、まあ、これから先もそうなんですけれども なんでこんなもうこんなにできないんだからやってもしょうがないとかね、うんうん、もうこんなんだと子供まれ変になるからねもうやめた方がね子供がかわいそうだからとかね、うんうんうん、なんかそういうふうにこう子供の側に立ってしまうっていう、うんうん、そうじゃないと私は思うんですね。やっぱり子供をまあ私立に入れたいとか国立に入れたいとかまあそういうふうに決めますよね、はい、決めたら次に何をするかっていうと、まあ、そこが中学受験と違うから、はい、やっぱり親がねこう教室にしても勉強にしても必ず親と共にこう行うことですよね。小学校受験って子供単独で勉強できるもんではないそう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 、うん、だからそこに子供の力というよりも親の力って私はすごく大きいなと思うんですよ。これ引っ張っていけるっていうこと。そう、うん、引っ張っていくんですよね、うんうんうん、だから絶対に絶対に合格をさせるという親の気持ちっていうか、まあ私もやってきてそうなんですけどやっぱりぐらつくんですよね、うんうんうん、できないとこんなにできなかったらね正直言ってうちの子供たちは2人ともすごい苦労したので、うん、何度もねやっぱり諦めたくなるような事態っていうのはもういつも押し寄せてくるんですよ、うん、だけどそこでやっぱり諦めないっていう、うん、そういうお母さんっていうんですかね、はい、だからそれ子供云々じゃなくて子供ができるかとか子供が頑張ってるかとかってそういうことじゃなくて親が頑張る姿を子供に見せるっていう。だから結構遠くから来る子もいるし、はい、あれなんですけど、まあ、最近ねすごい面白いんですけれどもある超有名なお嬢様の女子校に入られた方がいてね、はい、たまたま来て来てたんですね。でなんか学校楽しいって言ったら楽しいって言って結構その子っていう母親に立てつくんですよ。入学してから顔出しに行ってくれたんですね。はいはい、母親に立てつくんですよ。それで、まあ、今でもね習い事を通して交流はあるのでね、はいはいはい、今ピアノも習ってるしそれで、すごくねお母さんに対してね、うんうん、ものすごい痛烈な批判もするんですよ。でもこの間会ってね、今楽しいでしょ学校ったら楽しいって、うんうん、よく考えてごらん私は知ってるのよって言ってね来た時にね本当になんか来たくないって言って机にね自分家の家でもう突っ伏しちゃってそれでもう一回体験に来たんですけど、うんうんうん、もうなんかいろいろショックなことがあったみたいで子供がね、うんうん、なんかできなかったとかいろいろあったんじゃないですか、うんうん、もう絶対行かないしもうなんかあまりにこう思ってたことと違ったんでねもう食欲もなくなってでてっきり私はもう絶対ねフレンドリーには来ないんだと思ってたんですよ。そしたらお母さんがいややりたいと思うんですって、うん、だってでも子供こんなになってるのって、うん、でまあ連れてきてで入会はしたんですけどでも 1,2 回やっぱり来たくないとかすごい揉め事があって、うんうん、なかなか連れてこれあもうこれやめるなと思ったんです私もそれでも親が連れてくるんですよ、うん、
で、まあ、時々心配なので電話もしてきたりするんだけども、でもとりあえずすごい静かなお母さんなんですけど連れてくるんですよ。頑張るなこのお母さんと思って、それであの 入学近くになった時に、まあちょっと共学校とをが第一希望だったんですけど、なんかどういうふうにやっても過去問がもう両方出してたんで日は重なってたんですけど、共学とその女子校とね、そう共学と女子、その有名な女子校とが重なってて、うんうん、それで、まあ、近いからその共学校の方にしようと思ったけど、どう過去問やってもね完璧には解けないんですよ、はい、だから私ともう一人の年長の先生とでちょっと無理なんじゃないかって、で、あまりいい賭けではないからこっちの女子校の方がなんかうまくいくような気がするって言って、1週間ちょっと前に、はい、あの変えたんですよ、はい、あの学校をこっちにしようと、うん、そう、そしたところがそこに何が問題かって言ったら両親面接がすごい点数に関係するんですよ、はい、合否に、うんうんうん、ところがそのお母さんね喋れないんですよ。もう一個の方だったらそこまでじゃないんですけどそこはお母さんが結構重要な、頑張るしかないお母さんが、ね、でもねまた偉いお母さんでね、もう一生懸命ね面接の練習をして、うん、それで本番迎えたんですけど、でも非常にうまくいって、うん、でその子そこに合格したんですよ、はい、だからこの間来た時にまあ誰もね他にいなかったんで、その子に学校楽しいでしょとかって言ったら楽しい、ああだね、あそこでねお母さんがあなたがあれだけのごねてね、あれだけのことをしたのにお母さんがここに無理やり連れてきて頑張らせたんだよ、それは大変なことだったと思うよだから今のあなたがある、そうでしょ、ね、あなたがそこの学校に受けたいって言った時にはそこは面接がね大変だったから、でもお母さんはねあなたのために一生懸命練習したのよ、覚えてるって言ったらうーんとか言ってたから覚えてないのかなとかで、あまりにも私お母さんが気の毒になってねでもねそうやって本当にあなたのねお母さんでお父さんも、まあ、一人娘ですっごい可愛がってたんですよ、うん、でもある時私にそれも言ったんです、子供にある時ねお父さんが可愛いな、可愛いんだけど僕は可愛がることを我慢してます、偉いお父さんだなと思ってね、そういうお父さんと頑張るお母さんとかがいたからあなたは今楽しい学校にいられるんだよっていうことをすごい話したんですけどね、だからお母さんを大事にしなさいってすごい言ったんですけどなるほどね、そうだからやっぱり自分の力だけで入ったわけじゃないよと、うん、そうだからやっぱりそういうね、私はその時そのお母さんの頑張りにはすごいなって思ったんですよ、うんうん、で、はい、ちょっと皆さんよりはお年のあのお母さんだったんで、うんうんうん、非常にそれはエネルギーが私はいったと思うんですね。あ、そうでしょうね。でもやっぱりその頑張ることって本当にねひたむきにそのと、うんうん、お母さんって頑張ってらしたんですよ、はい、でなんとか子供を入れたいと、うん、そういう思いがすごかったんですけど、まあ本人は覚えてないんですけどそれから以降すごくあのいい子になって、うん、で本当にあの頑張って、うんうん、結局最後まで行ったんですけどね、はい、だからそういう意味で親の考え方っていうか、うんうん、その親の熱意をやっぱり私は感じてるんですね。だからもう今現在の年長さんたちのお母さんっていうのは非常にみんな頑張るという、今年は素晴らしいですね。そうです、うん、もう熱意のあるって言ったらもう100点満点じゃないかと思うんですよね、だからそれがまだ幼児なのでそのお母さんの熱意をどこまで子供が感じ取ってるかっていうのはまあこれからだと思うんですけど、うんうんうん、だから私たちもよくね、まあ、こんなこと言っちゃあれなんですけど、うんうん、体験なんかでよくお母様たちとお話をするときって、はい、やっぱりそのときにすごくどれだけの熱意を持ってるのかなっていうのはすごくわかります ね、 そうですね、うん、だから子供ができるとかできないとかっていうのは関係ないんですけれども、うんうん、あとやっぱり今もう5月ですよね、6、7、8、9、10と順調であればあと5ヶ月間、うんうん、その5ヶ月間って5ヶ月しかないのって言うけど、私たちにしてはまだ5ヶ月あると思ってるんですよね、うんうん、だからもちろんお勉強教えたりするのはまあ私たちの役目だとは思ってるんですけど、やっぱりだけではね、うん、あのお母さんたちねみんな絶対ね、うん、できようができまいが諦めちゃいけないと、うんうん、諦めないというその勇気、そうですね、
で最後は子供を信じると、うん、だから私でも、まあ、まだそんなにねできないお子さんでも私はいつかこの子たちは目が開くという、うんうん、そういう思いはすごく持ってます。信じてるということですね。信じてる。だから、うんうん、お母さんたちも親も、まあ、これからね受験をやろうと思ってたり今やってる人たちでも、うん、やっぱりまず子供を信じるという、 そうですね、そして諦めないその熱意、うんうん、もう絶対合格するんだっていう思いで頑張っていくと道って開けるんだなって最近思いますね。そうですね、やっぱりうおーってやるとか我慢するとか厳しくするのってずっと続くわけじゃないですからね。そうなんですよ、うん、そこがもうあのゴールはある意味あるわけですもんね。そうなんです、うん、だから焦って子供を怒るのと、うん、まあ、自分の焦りでねできないできないできないと思ってその思いを子供にぶつけて怒るんじゃなくて、やっぱり親も狙いを持ってね、狙いを持ってどうしたらこの子供が合格していくかって怒るんじゃなくて、もうどうやって親が教えていったらこの子供は分かるだろうか、最後合格していく合格する子供になるんだろうかっていうことをやっぱり諦めないで考えて頑張っていくっていうのが、まあそういうことかなって思いますけどね。はい、いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールではメールマガジンを配信しております。セミナーの先行情報や各種講座のご案内、由美先生の書き下ろしのブログの記事などのご案内を、月に1回ぐらいかな、1、2回、配信してまいります。よろしければぜひご登録ください。無料です。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。まあ、連日ね、ご案内してますが、今ちょっと外出しづらいという状況もあると思いますので、ズームやスカイプ、電話などを使った、方法での相談も、導入しております。ご興味ある方はぜひ、このホームページの方で、相談会のページ見てみてください。この YouTube の、動画の概要欄にも、リンクを貼っておきます。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先、電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。はい、教室では引き続き、小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育、家庭での過ごし方など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。失礼いたします。